おはようございます。おはようございます。どうもおはようございます。今日はですね、何年前でしょう、1年前に買ったスマートフォンでもないか、Bluetooth のあれ、ゲームコントローラー、ベボンクールのペアリングをして設定をしたいと思います。今までマインクラス、スマ、アンドロイドのね、マインクラフトやってたんでね、まあ、X ボタンとアンドロイドボタン押すと一発で設定できたんですけどね、最近これのリストに入ってないゲームをやり始めたので、最近これ、設定をしてやってるんですけど、もう一回、なんつうんでしょう、あんまり接続が、なんて、たまにエラーが起きたりするので、一回ペアリングを消し、Bluetooth のペアリングを消して、また一からやってみたいと思います。よろしくお願いします。それでは、まず、なんだっけな。あれですわ。シューティング、セッティングする、これ。シューティングプラス V3。これをインストールします。結構あんまり評判がいまいちみたいな感じですが、信頼性が上がれば結構便利なアプリになると思うんですけどね。とりあえずインストールします。インストール。出てきました。そしてどうしたっけな、ペアリングペアリングをします。これを押してアンドロイドボタン押すとピカピカーと光ります。そしたら、こっちか。Bluetooth。新しいペア。STK704F1。これです。で、接続。されましたね。されました。そうするとこれでつながった状態になります。でこのあとこれか、戦い前に意味がわからん、まあ同意するをして確認をして、上に重ねて表示されるをオンにします。そうすると出てきません。あ、出てきた。そうだ、これで許可させないといけないんだ。で、許可される。ですね、これが、
表示、強制的に表示されます、されないとコントローラーできないです。で、これ出てるリストが、対応してるゲームなんですけど、マインクラフトありますけれども、これに入ってないやつを設定したいと思います。これやりたかった。スノーブロス。で、ちょっとコントローラーに、あ、押しちゃった。スノーブロス。で、スタート。音を。イージーでスタートをします。なんじゃそら。で、ここで一回止めます。オリジナルスクリーン。で、ここの V3 ボタンを押して設定します。で、この前の設定がこう残っちゃってるんですけど、一回やり直すたければ、したいときには、新しいっていうところを押して、で、必要なボタンを設定をしていきます。で、まず A ボタン。あ、違う。アナログ。左スティックを。この赤いのが左スティック。ここに設定を持ってきて、A ボタン。A ボタンを、ジャンプ。ジャンプに設定。で、攻撃ボタンを X にしようとしたら X ボタンを押すと X が表示される。で、ここに置く。で、もう一個設定したいなと思ったら A ボタンがジャンプなら、では B ボタン何にしたら、何にしようかな。B ボタンを押して、じゃあ B ボタンを、じゃあこの、×ボタンでいいや。これ。で、Y ボタンを一時停止ボタンのところを押して、あと何設定しよう。とりあえずいいかな。で、保存する。で、プリセットスキームデバイスに保存しますを確認。成功します。これで成功になります。で、なんだっけ忘れちゃった。Y ボタンがバッテンかな？違う。これだ。ということですね。で、これで動くことになる。あ、ぶつかっちゃった。で、連射機能を、にしたければ、なんだっけ。連射機能をしたい、したいボタンを押して、ターボボタンを押せばいいか。そういうことです。ですね、こういうことですね。OK! これまたあれなんですよね、調子いい時と悪い時があるんですよね。接触悪いというか。だから評価が低いんですけど。調子いいとめちゃくちゃ便利なんですよ。
懐かしいでございます。この手のゲームが懐かしく感じます。この手のゲーム終わっちゃいました。そして他のゲームがやりてえなと思ったら、メニューに行って閉じて、これを終わらして、バブルボブル、バブルボブルはちょっと丸か、シティコネクション、これ邪魔になっちゃう。シティコネクション。これがどうしても邪魔になっちゃうんでね。で、スタートをして、で、設定が、なんだこれ。ノーマル。クリア。イージー。スタート。2、1。おお、これだと見えないということになるので、動かしたまんまもう設定しちゃいます。これまんま設定します。で、新しいを押して、ジャンプはいいかな。 B がとってもジャンプ、 X が攻撃ボタンで、アナログボタンがここと、まあとりあえずこれで OK で保存する。成功した。これで終わりになりますね。動く、これ邪魔。はい、スタート。あれ、ジャンプできてない。あ、これがこうだ、間違えてました。 A がこのジャンプ、 B が大ジャンプ、クリアできずに終わってしまうのか。あ、終わってしまいました。まあそういうことで、一応使えるということで、Bluetooth 対応のコントローラー、ビボンクールを、コントローラーを割り当ててゲームをしてみました。
以上でございます。ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。